で今回突風による被害が出たのは直線にしてご覧のように10キロ以上に及びましたでこの突風をもたらしたのは上空をどんよりと覆う大きな雲スーパーセルという巨大な積乱雲で地上と上空との大きな気温差によって発生します地上からの温かい上昇気流が強まることで激しい突風が発生します 昨日の越谷周辺では地上付近の気温が34度くらい一方上空6000メートル付近にはマイナス6度の寒気が流れ込んだため気温差が40度近くになりましたこの大きな気温差で現場周辺にはスーパーセルといわれる巨大な積乱雲が発生しましたスーパーセルの中では上昇気流と下降気流が強まりその境目で竜巻が発生したとみられます 今日も全国的に大気の不安定な状態が続いています。局地的な雷雨や竜巻などの突風に十分な注意が必要です。